末光哲之介6月から1950年5月29日は、日本の実業家、ジャーナリスト、関門日日新聞社社長、関門日報社顧問、同盟通信社理事、山口県多額納税者。官員の都と人新納受賞者、若かりし、頃の末光哲之介住所は、山口県下関市阿弥陀寺町、 山口県在籍。山口県と浦郡赤間関で道県人、末光左大門の長男として生まれる。その後、1929年に家督を相続する。山口県下にある新聞社、馬貫物価日報、下関実業日報、関門日日新聞社の各社長を務める。特に関門日日新聞は当時の山口県下では、 発行部数トップの新聞社であった。その後、1942年に関門日報社社長に選ばれる。また、会員参謀総長偶殿下報道陣の活躍、五箇所6月29日参謀総長、会員の宮琴と人新郎を受賞。なお、書簡をジャーナリスト徳富祖宝に充てるなど思想家、言論人の一面もあった。末見つけの祖先は、 代々下級武士だったが、長州藩毛利家の藩士を火の中を馬で飛び抜け救い、上級藩士に取り立てられたという逸話がある、先祖伝承。逸話の信憑性はともかく、江戸時代の末見つけ邸宅の所有地は、下関市を代表する文化財であり、安徳天皇を祀る赤間神社及び、天照皇大臣、明治天皇などを主催神とする大連神社と、江戸時代に、 朝鮮通信使の宿泊所となった隣接寺の間を敷地とし、崖の下には、毛利藩赤間関の大年寄りであり、幕末、坂本龍馬と信仰が深かった伊藤助太夫の邸宅が立地していたことから、毛利藩の武士階級の中でも低い地位ではなかったことが伺える。また、末見付邸宅の敷地内には、赤間神社、隣接寺ほどの規模ではないが、神社、 仏閣の双方があり、末見つけの監督下に置かれていたことから上級藩士に相当する身分であったことが想像できる。関門日日新聞社長時代の末見つけ邸宅の所有地には、日清講和条約の際、新国全県大使理工省が宿泊先である陰接寺から講和会場まで使われたという理工省道沿いに現存主会同盟から、 江戸時代の敷地と同一であることがわかる。江戸時代の末光け邸宅、一株屋や,や左中央。その右側が阿弥陀寺と大連神社、日本祭門鎮樹やあたぐ左側が隣接寺。ふるさと下関より、昭和時代の末光け邸宅、二昭和初期の末光鉄之助の邸宅。中央屋や,や右下は、伊藤家本陣ふるさと下関より、 犯罪門は9歳の時、父が若字にしたので、祖父現像慶徳の訓導を受け、手造業であり学者分子の往来する環境のうちに、成長した。そのためか青年の頃より、植産工業の大使を抱き、頭脳名跡、創作家であり、勢力家であり、卓越した、関東力の持ち主であった。藤井吉門、宮島里編、明治維新の人物像61ページ。 犯罪門は、この関東力と財力をもって、尊王倒幕の死を援護したのであった。藤井吉門、宮地正人編、明治維新の人物像68ページ。ありがとうございます。